カラカス芸術振興会、施設外館カラカス芸術振興会は芸術を中心とした文化的施設及び組織の名称。現在施設はベネズエラの首都カラカスにあるロスカオボス地区に位置している。建物は2つの公会堂を有するほか、コンサートホール、図書館、画廊、映画やリハーサル室、カフェ、そして数々の事務所を一挙に運営している。 施設は1931年8月8日に設立された。このカラカス芸術振興会は歴代常に女性が統率してきている。現在の会長はマリア・テレサ・カスティー・ジョで、彼女は1958年以来ずっとこの会長職についている。また、最初の会長は音楽家のマリアル・イサイ・エスコバルであった。 彼女は当初軍の召喚ィンセンチオ・ペレス外の所有する不動産であった時から最初の振興会と本部建物を先導してきた人物である。1942年、振興会の会長と施設の位置は変更となった。会長職は当時俳優だったアナユリア・アロハスの手に託され、建物の新しい位置は教育者のアンドレス・ベロの出生地へと移されたのである。 しかし、1983年まで、カラカス芸術振興会は、現在の位置に本部を置くことはなかった。現在の建物は、グスタボレゴルブーロによりデザインされたものである。彼はデザインを行ったのと同じとし、この建物の意匠で国民建築賞を受賞している。ありがとうございます。